どうもこんにちは、ニムです。突然ですが皆さん、現在の伝説環境で一番強いポケモンってなんだと思いますか？まあ多くの人はザシアンって答えるんじゃないの？というかなんで宇宙なんだろうか。そう、ザシアンが最強って言われているかもしれませんが、なんとグラードンがスカーフ持たせれば断崖の剣でワンパンできるんです。またグラードンかよ。確かにそうだがこのルール始まってグラードンばかりじゃねえか。だがスカーフを持って地面技を使うのは危険だ。サンダーやランドロスの飛行タイプに無効にされてしまうからな。特にサンダーはザシアンより強力だという人も一定数いるだろう。それに断崖の剣は命中率が85、連発するのは不安定だ。確かにグラードンでスカーフ持たせるのはかなりリスクがあります。しかしそんなグラードンの弱点を解決する神のような技が存在するんです。というわけで対戦していきましょう。これはグラードンがぶっ刺さっているパーティーですね。確かに魚のラゴン以外は地面、岩、炎技で弱点つける。でも今回こだわりスカーフ持ってるんでしょ。ダイマックスしねえ限りグラードンを入れ替えしないと無理だぜ。ふふ、そんなわざわざ入れ替えなくても無双してやりますよ。今回の禁伝枠もう一匹は暁ネクロズマ、全然ランク間にいないポケモンの一匹ですね。しかし今回はこのポケモンが勝利への鍵なのですよ。対戦よろしくお願いします。初手は無限大な。グラードンがいんのに相当舐められてるぜ。素早さはグラードンの方が遅いから仕方ないさ。減ったグラードンにダイマックス砲すればいいだけだもんな。私たちの初手は暁ネクロ、エスパータイプなので有利対面です。交代されると思いますがここは素直に攻撃しましょう。交代呼んでるんだったら他のことすればよくなかったくない？しかもバンギラス、アプタイプだから無効にされちまうぜ。ネクロの特性はプリズムアーマーで抜群技を軽減できるけど、4倍弱点しかないから大体軽減しても消し飛んじゃうよ。問題ありません。相手はこのネクロズマを倒すことによって負け筋を引くことになるのですから。そんなにすげえ技があるのか。それでは見せてやりましょう。なんだこれ？なるほど、重力ギミックか。どういう技なんだこれは？重力は5ターンの間フィールドの重力が強まる技。この効果中は全てのポケモンの命中率が 1.67 倍になるんだ。わ、私が解説するつもりだったのに。そうです、これによりグラードンの断崖の剣が外れません。それは確かにすげえけどよ。それだけだとサンダーやホウオウとか浮いているポケモンには当たらねえじゃん。それもこの重力は解決してくれます。浮いているポケモンは空中に入れなくなる効果もあるので、なんと飛行タイプや浮遊といったポケモンにも断崖の剣が当たるようになるんです。そいつはすげえぜ。ってことは今戦っているパーティーは5匹のポケモンを断崖の剣で倒せるようになるのか。そういうことです。というわけでここからは A ボタンを押すだけでガンガンポケモンを倒していきましょう。外れないって思うだけでストレスフリーで断崖の剣が押せます。バンギラスを突破。次は魚のラゴンですが、まだスカーフだとバレていなかったのでダイマックスはされずに断崖の剣2回で倒せました。晴れている飛行光エラガニは無振りグラードンでも耐えることができるな。いやこれハチマキじゃないですか。これで魚のラゴンも突破ですね。普通ならそろそろ外れても不思議じゃねえが、重力中なら外すことはないのか。最後は無限ダイナですが、スカーフで上を取っているので外れない断崖の剣で倒して勝利です。対戦ありがとうございました。こんな感じで今回は重力使って遊んでいきます。2戦目です。お相手またグラードンが刺さっている伝説ですね。しかし下3匹がグラードンは苦手だ。ザシアンは出てくるかもしれないが、それ以外はグラードン対策だと思ってた方がいい。確かにそうですね。ゴリランダーやランドロスに威嚇入れれるようにボーマンダ連れていきますけど、これだとカプレヒレがとんでもなく重いですね。まあ最悪グラードンにダイマックスさせてうやむやにしようぜ。なんとかしてよエース。エースは今回脱出パック型だからサブアタッカーだぜ。重力使う関係上ボーマンダは特殊型の方が相性いいかなって思いました。対戦よろしくお願いします。初手はランドロスです。こちらは初手からグラードンにしていたのでしっかり威嚇が入ってしまいましたね。なんでネクロから入らなかったんだ。相手の戦術がはっきりしない以上ここでいきなり重力するのは危険かと思いました。相手も命中力を上げることになるから危険だしな。しかし威嚇が入ってしまいましたのでここはボーマンダに下げましょう。ちなみに重力使えるのは他にもこんなポケモンがいます。金子宮伝説なら他にもゼルネアスがいるんだな。なんで暁ネクロにした。使われてなくて使ってみたかった。それだけ？それだけ。お相手はここで捨てろ。相手は受け回して消耗させるつもりなのか？暴風の命中率が下がっているので流星群していきましょうか。暴風持っている俺様はグラードンと相性が良くないぜ。というか恨みでひれいること考えなかったの？いたらいたで後で考えいたみたいです。これで流星群爆発に終わってしまいますね。まあ避けられたのは仕方ねえから交代だぜ。傲慢だ。次回作はワイルドボルトとか覚えてきてね。仮に覚えてもレヒレ倒せねえよ。今回の暁ネクロ、タイクロバド用に木の実込み耐久調整したんですけど、そもそもバドレックスって緊張感で木の実食べれないので、何の意味もないクソ調整になっております。素直にタスキ持ってればよかったのでは？ここはムンポ耐えれるか怪しいですけど、フォトンゲイザーしていきましょう。レヒレは引いてゴリランダーが出てきたよ。レヒレの体力は大事にしたいって感じですかね。しかしグラードン通すならゴリランダーは倒しておきたいです。ほとんど無振りですけど特攻種族値はかなり高いので、そこそこ削れてくれると助かるんですけど。
意外と削れてくれましたね。ちなみにハチマキグラスラは耐えるのかこいつ。今の体力では普通に落ちますね。じゃあボーマンダに交代するか。私この局面でボーマンダ出すとほぼ叩き落とすされるんですよ。確かにあんまりグラスラ受けることない気がするぜ。ということでこのままフォトンゲイザーで突っ込んでいきましょうか。まあここでゴリランダー倒せてもまだラントロスが残っているのできつい。ここでゴリランダー倒せちゃったら俺様必要なくないか。そんなことないですよ。いや、そんなことあるかも。かわいそう。そういえばお相手さん誰にダイマックス切るのでしょうか。ランドロスはアタッカー僕なかったからここで使うんじゃないか。確かにそうかもしれませんね。まあ次の攻撃も耐えられそうなのでフォトンゲイザーでつついてみますか。とか言ってたらダイマックスされたな。こちらのダイマックス前に切ってくれて助かりましたね。あとは雑にいなしてグラードンとボーマンダで詰めていけたらいいですね。この2匹でランドレヒで突破するのは少し難しいかもしれないな。確かに2匹とも一致技を無効にされちゃう組み合わせだな。おまけにステルスロック巻かれているから何回も交代させれないし、手持ち的にはこちらが不利になっているな。一致技がどちらも無効？ここで重力を使えば地面技をランドロスは無効にできなくなります。威嚇は入れられてしまいますがこれで雑にダイアースぶっ放せますね。暁ネクロはここで落ちてしまいますがこれで最大限重力を活かせます。威嚇入ってランドロスとレシで倒せんのか。もちろん2匹落とすのは難しいので余った相手をボーマンダに任せますよ。あんまりレシでの体力残されると普通に倒せないから頼むぜ。できれば半分以上削っておきたいですね。今回重力使ってみてどうだった？グラードンとは非常に相性の良さを感じましたが、そもそもダイマックスが技必中ですし、ダイマックスされると落とせないポケモンが多いので、ダイマックスがないとさらに活かせそうだなって思いました。ダイマなし環境でやっておきたかったな。他にも色々と改善点があったのでまた重力パス買ってみたいと思いました。使用者が少ないギミックだからな。これがいいとかテンプレみたいなのがない。そこは皆さん独自で開拓していってるんでしょうかね。さて話しているうちにランドロス出てきていますが、別に引く必要もないので適当にダイアース連打して削りますよ。威嚇入っているからダメージは少ないけど確実に削っていってるな。でもレシで削れてねえからまだ勝てるわけじゃないぜ。ダイアースし続けてるので特防が上がっていて、少ない体力でもレシでと戦えます。ここの断崖の剣で落とせたらボーマンダいらないですね。落とせてないけど威嚇が入ってるとはいえ勝てんな。しかしこの攻撃ならグラードンでも耐えることができますよ。でもレヒレを倒すことはできなさそうだね。このあられダメージでランドロスは落ちるのでレヒレにワンパン入れれそうです。このターンで重力が終わるから次の段階の剣は外れるぜ。重力ターンが終わると技外しのリスクを常に抱えるので5ターンで壊滅させたいですね。同じ5ターンでもトリックルームとはまた違う感じがするな。そもそも重力が使えるポケモンがトリルと違って少ないですからね。教え技あった時はもっとたくさんのポケモンが覚えたみたいだ。いかがでしたでしょうか。重力ギミック外れない段階の剣で無双したい人はぜひ使ってみてくださいね。締めに入ろうとしてるけどまだ終わってないぜ。じゃあボーマンダーとはよろしくお願いします。相棒の扱いだじゃね、そんじゃ焼却して終わりだぜ。対戦ありがとうございました。もしかして最初の宇宙背景って重力っぽいかなと思って宇宙にしましたね。無重力なんだから一番宇宙が遠いじゃん。